フルマー飛行するフルマー海マーク IN4062 号機フルマーはイギリスのフェアリー社が開発し第二次世界大戦中にイギリス海軍で運用された戦闘機。愛称のフルマーはフルマカモメのイイギリス海軍初の本格的弾用戦闘機であり複雑設計であった当時旧式化が著しく服用機ばかりであったイギリス海軍戦闘機の後継機として 開発、生産された。当初存在を極秘にして開発が進められ、1940年議会の追求で明るみに出たことで知られる。1930年代も半ばになると、世界に先駆けて空母を建造、開発していたにもかかわらず、イギリス海軍の航空機事情はおよそ世界水準とは言い難い状況となっていた。空の主役である戦闘機任務には未だ、 ニムロットやオスプレイといった副容器が現役であった。そのため、1938年にイギリスは、使用書き O8-38 に基づいた副容器に代わる単用戦闘機の配備を決めた。フェアリー社は開発中であったバトル型爆撃機をもとに、した使用書き p 三十四軽爆撃機を使用書き o 三十八に基づき複雑戦闘機として、 回収した機体をイギリス海軍に提案し、海軍はそれを受け入れた。1938年3月、海軍は127機を正式に発注した。武装は当時の英空軍が採用していた小口径8丁に準じており、7.7mm 機関銃8丁としている。イギリス海軍が複座戦闘機にこだわった理由は、目印も何もない海上飛行においては、 広報担当が機体を適切に誘導することが空母に帰還するのに必要と考えていたからと言われる。だが実際のところは日本、アメリカが証明しているように操縦者が後方を習得していれば短崎であっても問題なく帰還できた。フルマーは複座という構造により重量が増加していたにもかかわらずそれに対してエンジン出力は貧弱であった。これはよく ほぼ同馬力のエンジンを装備していたハリケーンと比較される。ハリケーンの時長 2500kg、全備重量 3300kg に対し、フルマーは時長 3960kg と1.6倍近くも重く、全備重量は 4850kg となっていた。そのため、速度もマーク、イでは時速 400km を超えることができず、 戦闘機としての性能は低いものとなってしまった。フルマーンは1940年1月4日に初飛行したが、この時期まで生産がずれ込んだのは、フェアリ社の進行上完成を待ったためであるとされる。1940年6月には、第806飛行隊に配備され、初期生産であるマーク、I 型127機が納入された。 その後1941年1月20日にはエンジンをマーリン XXX 型 1260HP に換装し最大速度が時速 438km に上昇したマーク2型が初飛行その後1942年になってから生産配備されたしかし複雑とその重量から来る能力不足は遺憾。 ともしがたく、早くも1942年から空軍のスピットファイアの海軍版であるシーファイア、同じくハリケーンの海軍版であるシーハリケーン、アメリカから供与されたマートレットといった短座戦闘機、そしてフェアリー社がフルマーの後継として開発した複座戦闘機ファイアフライ等と交換され、1943年には生産が終了。 同年にはほぼ前線から退いた。フルマーは1940年1月から1943年3月まで生産され、生産数はマーク I 型250機とマーク2型350機及び1941年1月に飛行した試作1機の合計601機とする説、606機という説もある。マーク I の生産数は127機は、 初期発注250機はミュンヘン階段の原因となったチェコスロバキアに対するズ・デーテン地方活動要求により戦争の可能性が高まった1938年9月に行われた追加発注である。一部450とする資料があるがこれは追加発注を入れていないと考えられる上、初期発注とマーク2のみでも477機となり数が合わない。また、 マーク、梅雨型の一部から、夜間戦闘機として、マーク、砲レーダーを搭載した型が存在するほか、固定武装以外に、後部座席に 7.7mm 機銃を装備し、軽球長としている機体もあった。この他に、水上戦闘機とするために778、航空隊に渡されたものが存在するが、結局水上機化は行われなかった。航空母艦。 ビクトリアスで運用される本機1940年に生産が始まったフルマーは次々と海軍に引き渡され、スクアや副用戦闘機と交換され、最終的にはおよそ20の海軍航空隊がフルマーを配備した。1940年6月には空母イラストリアス艦載航空隊である第806飛行隊に配備され、8月には関西された。 フルマーの実戦初参加は、マルタ島への船団護衛時のイタリア軍機との戦闘であった。以降、主に地中海方面で戦闘を重ね、1940年10月のタラントワン機種に際しては、イラストリアス関西のフルマーが護衛に当たり、その直後には、空母ーーアークロイヤル関西機がマルタ島への輸送船団を護衛している。1941年3月の またパンミサキ沖海戦では空母フォーミダブルから発艦した攻撃隊を同空母艦載機が護衛している。また護衛空母が揃っていなかった対戦初期中期の初めにおいて CAM シップに搭載されて危機迎撃に当たった機体も存在するが、たとえ撃退できたとしても CAM シップに着艦することは不可能なため機体は 陸上基地まで飛んで着陸するか、もしくは着水式隊を放棄、パイロットのみ回収するかしかなく、かんばしい成果は上がらなかった。前線任務は1943年から徐々に後退していったが1945年2月8日の護衛空母カンパニアにおける着艦事故を最後に姿を消した。諸言性能武装、ありがとうございます。